はい、こんにちは、1 1 6インズです。さて、今回は割としょうもない理由で始まった乱闘騒ぎについて話していきたいなと思いますが、現地時間5月27日にシンシナティで行われたレッツとジャイアンツの試合前練習にて、レッツのトミー・ファムがジャイアンツのジョック・ピーダーソンを平手打ちして騒ぎとなったことは皆さんもすでにご存知かもしれません。試合中の乱闘は MLB ではしばしば見かけることはありますが、試合前に乱闘というのは少々珍しい。 本件に関しては MLB が調査を行い、調査が行われているアイダーファムは試合を欠場することに合意、5月27日の試合を欠場するとともに、MLB からこの試合を含めた3試合の出場停止処分が言い渡されました。 ファムもこの処分を受け入れたため、ジャイアンツとのシリーズは全て欠場となるんですが、問題はこの乱闘騒ぎに発展した原因が割としょうもない。なんなら MLB 史上稀に見るくらいのくだらない理由でしたので、今回はそんなしょうもない乱闘騒ぎの原因をなるべく真面目にお話ししていこうかなと思います。で、何が原因だったかというと、ファンタジーフットボール、ゲームでのすれ違いがどうも大元の原因みたいなんですよね。 ファンタジースポーツは日本であまり馴染みがないゲームかもしれませんが、自分が GM となって現実の選手を集めたチームを作って、で、その選手たちの現実の成績を元に他のプレイヤーと競うゲームでして、アメリカのスポーツファンの間では割とポピュラーなゲームとなっています。 以前当チャンネルでもファンタジーベースボールご紹介したことありましたが、あれのアメフト版、NFL 版であるファンタジーフットボールは、アメリカにおけるアメフト熱の高さもあって、プレイ人口はアメリカ国内だけでも4000万人程度もいるとか、メジャーリーガーの間でもファンタジーフットボールは人気らしく、今回複数のメジャーリーガーが参加しているリーグにファムとピーダーソンが参加し、そこでピーダーソン曰く怪我人の取り扱いについて少々揉めることがどうもあったみたいなんですね。 では何について揉めたのかという話になるわけですが、本題に入る前に非常に簡単にではありますが、NFL における怪我人の取り扱いについてご説明いたします。NFL には MLB における IL のような制度である、インジャードリザーブ、IR と呼ばれる制度があり、長期離脱が見込まれる怪我人をここに登録することで、代替選手のためにロースター枠を開けることが可能となっています。 ただ IR には復帰までの期間や復帰できる人数に制限があるため、IR に入れるほど重症ではないものの、怪我を抱えている選手については各州の試合間に行われる練習の参加状況と合わせて、次週の試合の出場見込みがチームから発表されます。3段階あってアウトは次週の出場不可、ダウトフルは出場しない可能性がかなり高め、クエスチョナブルは50-50といった感じです。 今回ファムとピーダーソンは先ほど出てきた IR とアウトの選手のファンタジーフットボールにおける取り扱いでいざこざがあったみたいなんですね。ファンタジーフットボールにおいても IR 枠があり、怪我人が発生した場合にはそこに選手を入れることで現実の IR と同じように選手を自分のチームからリリースすることなくロースターを開けることができ、怪我人の代わりの選手を獲得することが多くのリーグで可能なルールとなっています。 で、ピーダーソンもロースターに保持していた選手が自主アウトと判定され、出場できなくなってしまったそうなんですね。そこでピーダーソンはその選手を IR 枠に入れて、FA から別の健康な選手を獲得。彼らが参加していたのは ESPN が主催するファンタジーフットボールで、ESPN のルールによれば、IR 枠には現実の IR に入っている選手だけではなく、自主アウトと判定された選手も IR 枠に登録することが可能なルールとなっていたため、ピーダーソンのやったこと自体は何らおかしな点はありません。 ところがここにファムが噛みつき、リーグのチャットにてピーダーソンがチートをしていると指摘。おそらくファムは NFL における IR とファンタジーフットボールの IR が同じと勘違いしたんでしょうね。無実の罪を被らされたピーダーソンはルールのスクショを送ったそうで、で、実際にこちらに ESPN のルールのスクショを貼り付けていますが、確かに IR 枠には IR と記載された選手と、O と記載された選手、アウトの選手を登録できると書かれています。 ピーダーソンはルール上全く問題ないことであると主張するとともに、なんならピーダーソンを曰くファムも同じように IR に選手を登録していたとか、ファムが保持していたサンフランシスコ 49ers のランニングバック、ジェフ・ウィルソンがこの時アウトの扱いながら、ファムのロースターの IR 枠に入っていることをピーダーソンがチャットで指摘して、それと同じであると説明。ピーダーソンによればそれ以上話はなかったようなんですが、ファムの中ではこの件は終わっておらず、1年ほど経ってあのような乱闘騒ぎに発展したと、 ピーダーソンに対して去年のことを覚えているかと話しかけ、ピーダーソンがファンタジーフットボールのことをと返し、その後少し経ってからファムが平手打ちをしたとか、前代未聞のファンタジーフットボールが原因の乱闘騒ぎがここに誕生しました。で、騒動のあった翌日、ファムが初めてこの件についてコメントし、平手打ちをした理由が少しわかりました。 ピーダーソンはファンタジーフットボールで怪我人に関する取り扱いにいざこざがあったことしか触れていませんでしたが、ファム曰くその後ピーダーソンが、まあ内容こそ詳細には明かしませんでしたが、ファムが去年まで所属していたパドレスについて非常に失礼なチャットを送ってきたこと、また彼らが参加していたファンタジーフットボールのリーグはお金をかけたリーグだったらしく、リーグ内の順位が少し変わるだけでも金銭面で大存する可能性があって、ピーダーソンがもしチートをしていたのであれば大問題と考えていたようですね。 少なくともファムがなぜファンタジーフットボール内での出来事程度のことで平手打ちをするほどマジになったのかの一端が見えてきました。手を出してしまった以上ファムの方が悪いのは変わらず、ファムに対してのみ下された MLB の最低からも、まあそれは明らかではあるんですが、とはいえ騒動当日はさすがにこれはファムが10-0で悪いだろうと思っていたところ、ピーダーソンがどのような内容かわからないにしても、ファムの気分を害するような失礼なチャットを送っていたなら、まあピーダーソンも全く悪くないとは言えない気がしますね。 なお、ピーダーソンは今後ファムと一緒のリーグに参加することはない。共演 NG であるとコメントしていて、まあファムに関しても同じ考えでしょう。ファンタジースポーツは現実の選手を扱っているため、熱心なスポーツファンであればあるほど熱中する気持ちはよくわかるんですが、お金をかけていたとしても物理的な喧嘩をするほどにマジになるのはやめておいた方が良さそう。あくまでゲームであることを忘れずに楽しみたいものです。 ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルウィン関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。